はい、皆様、こんばんは、今日は6月1日土曜日の、ボギーチャンネル、私主催の、ボギーテドコンでございます。いや今日も本当に一日暑い、日でございまして、車の温度計の最高気温は、30.5 度まで、上がっていたんですけどね、日向の方ではもう少し暑かったかもしれません。ところが最近では沖縄の方が涼しいなんて言われるような時代になっておりまして、あとそうですね、数年もしますと沖縄が日本の避暑地になっているという可能性もないとは言えないんですが、すでに避暑地どころかもう本土の方では絶滅危惧種になったような連中が沖縄に大挙を押し寄せまして、ここでね、我が世の春を、謳歌しているというのが今の現状でございます。いやしかし本当によくも全国からね、どん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 集まってくるなと思いますよ。私今ちょっと執筆しているのがあるんですけど、県民運動というのはもう完全にこれはフェイクですね。はい、県民のための県民運動ではなくて、よそ者によるよそ者のための、反基地運動に今はなってしまっているということで、もともとの地元の方々、地元の活動家、あと地元の、革新政党などはもうみんな裏方、もしくはもう本当にお手伝いになっちゃって、先頭に立ってね、いろいろ指示を出したり、記者会見とかするのはもうすべて、もう本当にそのほとんどが、県外の活動家になっちゃいましたね。またこの沖縄のいわゆる反基地運動を、ライブで中継する連中もいるんですけど、前はフィンガーボーイという地元の若者が実はいたんですよ。フィンガーボーイですね。はい、これ実は、HK 仮面さんとこの普天間基地の大山ゲートで、お互いすれ違うときに、はい、腕と腕が触れ合ったときに電流が流れたという非常にとんでもない、方なんですけど、この方がもう最近は全くキャスの方をやらないで、もう沈んでしまいまして、皆さんもご存知の通り、沖縄で反基地運動のキャスをやって、糧を稼いでるのはあれとあれでございます。そうですね、ガラさん、フィンガーファイブなんて本当に懐かしい名称でございますね。余談ではございますけど、沖縄ではフィンガーではなくてヒンガー、はい、ヒーです。ハーフィーフーヘーホーのヒンガーという言葉がありまして、ヒンガーというのは共通語に直しますと、薄汚いという言葉になりますけど、これがヒンガーワラバーというと薄汚い子供と、はい、そうです、中佐、ヒンガーマウっていうのはもうね、生まれてこの方風呂も入らないで本当に汚れっぱなしの猫のことはヒンガーマウと言いますけど、またヒンガーインとかね、はい、あと沖縄の方言でハンダヤワラバーっていうのがあるんですけど、ハンダヤというのは鼻水を垂らしてそれをシャツに拭いてカピカピになって、それでそのまま歩いてる子供たちのことをハンダヤワラバーと言いますけどね。はい、沖縄そばさん、ヒンガー本当に、でも普通に今も使います。デジナタン、ヒンガーナトンとかね、はい、汚れてしまったっていう時はヒンガーナトンとかそういうふうに言うんですけど、ついついガラさんのフィンガーファイブの言葉を聞いて、さりげなく、方言講座をさせていただきました。でも最近はね、この、玉城デニー知事のみならず、いわゆるオール沖縄、その審判の方々は一生懸命この沖縄の、子どもたちに方言をね、授業の中でも取り入れていこうということで躍起になっているんですが、全国的に学力が低いと言われている沖縄の子どもたちに授業をせずに方言の授業をすれば、さらに私は学力が落ちるんじゃないかなんて思っております。はい、あしらかみさん、どうもこんばんは、こでございます。カルガモさん、鼻垂らし小僧、
いや、いっぱいいたんですよ、鼻垂らし小僧。最近はあまり見かけなくなりましたけど、昔はそう言って、もう本当にヒンガーアワラバーですね、あとハンダヤアワラバーとかいっぱいいましたからね。そうですね。あと太田さんが今、方言よりまずは国語、そしてね、私は歴史ではなくて国史という授業をちゃんと作ってもいいんじゃないかと思うんですよね。国史と外国史ですね。今は歴史で一つになってますけど、やはり日本国のことをきちんと教えていくには、やっぱり国史、日本国の歴史として国史という授業、そして、いわゆる世界史はね、また別にということで分けてもいいんじゃないかというのは私は思ったりもしているんですけど、皆さんはどのようにお考えでございますかね。私個人的には沖縄ではやはり米軍基地があるっていうことと、その米軍関係者が多いっていうことを大いに利用してですね、普段からの交流なども深めて、沖縄の子どもたちは本当に誰でも日常会話の英語ぐらい喋れるぐらいの、英語力をつけてあげたいなと、私本当に前からずっと思ってるんですよ。そもそも私のことをね、沖縄左翼専門家とかね、沖左翼ツアーコンダクターっていうふうに呼ばれたりするんですけど、もともとはやっぱり PTA の方でずっとガンガンやっていまして、教育問題が専門でございます。なお、私と玄ちゃんが今ね、運営しています沖縄教育オンブズマン協会の、顧問が、ヤンキー先生こと、よしえ先生で、今でもね、いろいろ、連絡を取り合って、勉強させていただいている状況でございまして、やっぱり私は、これも持論なんですけど、憲法改正も大切だが、教育のね、改正はもっともっと大切ですよということで、だから今のこの沖縄の子どもたちに、きちんとした標準語を教えるどころか、方言を教えようとしている今の、教育界、もうこれは完全に、沖縄を日本本土から切り離すための一つの、やはり工作であり、沖縄の子どもたちにこの方言を過度に叩き込むことによって、いわゆる沖縄アイデンティティではなく琉球アイデンティティというのをね、叩き、教え込もうとしてるんじゃないかというふうに思います。今、桜チェリーブラッサムさんが、沖縄こそ英語を学ぶ環境は恵まれているのではないでしょうかということなんですけど、確かに私は前々からずっと思ってます。自分もね、英語はもうちょい喋れたらなと思ってるぐらいでございまして、自分は自己紹介ぐらいしかできないんですよね。ですから、小さい頃からやっぱりね、このアメリカ人との交流、そして学校で普通にね、授業の中で楽しく、日常会話なんかを習うことによって、英語に興味を持つ子どもたちがどんどん増えてきて、英語力に関しては本当に日本一になるというふうにね、やってもいいんじゃないかと思います。毛嫌いするだけじゃなくてですね、逆に利用するしたたかさを、私は沖縄を持つべきだというふうに思ってます。しかし沖縄の教育界はもうとにかく、子どもたちをね、この米軍アメリカ人には近づけたくないという意思が見え見えで、ございまして、海兵隊とかね、軍楽隊のコンサートなどをよくやっているんですけど、アメリカ領事館や、海兵隊などは、学校に案内とか出すんですけど、学校側がそれを握りつぶして生徒たちに教えないと。なぜなら、こういったものでね、アメリカに興味を持ってもらったら困るわけです。アメリカっていうのはいつもね、加害者であり、沖縄県民を虐げている。どこぞのね、カンパー、皆さんもご存知のカンパーさんに至っては、コンビニにアメリカ兵が、制服でね、買い物をしてるっていうだけで、何と言ったか、植民地と言ってますよ、皆さん、植民地。いや、沖縄でね、アメリカ人が制服でコンビニで買い物したり、ミスドにいたり、
スタバにもいますよ。どこにでもいるんですけど、それって植民地なんですか？もしそれが植民地だと言うんだったらね、国際通り行けば、あの国際通りのスタバとかね、お土産品店とかね、向こうですよ、韓国の方々いっぱいいますよ。もう声聞いて分かりますけど、じゃあ沖縄はそういった人たちがいるから韓国の植民地なんですか、ということになるんですけど、もうね、このように自分が嫌いだと思ったら何でもかんでも悪いように受け取って、それをね発信する、そしてそれをまたデマだとね、自分で言わないんですよね。人のことはデマだと言うんですけど、いやー、しかし本当に大丈夫なんですかね。さて、まあ今日の話題なんですけど、初っ端から皆さんが本当に尿酸値が上がるというか、アドレナリンが上がるというか、まあ、こんな方が沖縄県知事だっていうことで、本当に私ももう嘆かわしい。もうこの写真本当に、この今の玉城デニー知事のね、正体を如実に表している写真はないと思いますけど、本当にひどすぎますよね。さて、この隣にいる屋良、智弘衆議院議員、はい、いつ開催になるかなと思ってドキ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 しているらしいですが、この方の、例の記事なんですけど、はい、フラッシュに載ってた記事、沖縄でどこも報道しないんですよ。不思議ですよね。自民党の、国場幸之助衆議院議員の、いわゆるスキャンダルについてはしっかりと報道するんですけど、この屋良智弘さんの、ね、もう本当にこれ国会で問題になるぐらいの大スキャンダルについては、沖縄のメディアも、残念ながら八重山日報も産経新聞も、まあ、取り上げないということでございまして、いや本当に、ね、八重山日報さん、ぜひこれは突して取材していただきたいし、普段ファクトチェックファクトチェックと言っている琉球新報沖縄タイムスがだんまりしてるのはあまりにもおかしい。今太田さんが八重山日報が報じないのは何か裏があるんでしょうか、ということなんですけど、まあ、基本的に日本のメディアというのは、政権与党、まあ、自民党のね、政治家が何かすると言葉一つ一つ上げ足を取って散々に叩きますけど、自分たちが応援している側、野党がね、何をしても、はい、その野党のね、関係者が警察に捕まろうが何しようが、みんなでだんまりしてるんですよね。いや、これってあまりにもおかしいと思いますよ。これこそね、早く NHK 解体して純然たる国営放送を作ってですよ、そこでこういうニュースをバンバン流すべきだというふうに私は思ってますけどね。まあ、どこぞの某、純国営放送は、はい、法律に守られてね、まあ、潤沢な予算でやりたい放題をしてるんですけど、なんか日本のためにならないような放送ばっかりしてる気がしてなりません。まあ、放送の方もね、早いとこ民営化するか解体をして、日本人による日本人のための放送局を私は作るべき。そのためにも、今度衆参同時解散になるんであれば、自民党は圧倒的な、はい、多数をね、単独過半数、いやもっとね、過半数どこじゃありません、単独で3分の2ぐらいを占めてですね、もう他の政党の助けがなくて もう自分たちで決められるぐらいの勢力をね、私は作るべきだと実は思っております。まあ、そのための秘訣というのは、私はツイッターにも書いていますけど、ワンイシュー、はい、ワンイシューですね。つまり争点をいくつもね作って、分散させるのではなく、これ一つの例として、小泉政権の時に郵政民営化ということで、この一つで戦いましたよね。それと同じように、はい、
ワンイシュー、私の、これ私のあくまでも私の個人的な考えでね、官邸のフェイスブック、ツイッターのところにもリプさせていただきましたけど、自民党がね圧倒的多数を占めるためには、この解散総選挙においてワンイシューで、消費税据え置きでは弱い、据え置きでは弱いんですよ。そうじゃなくて、はい、圧倒的多数を占めて、憲法改正やもろもろこの日本人のための日本をね取り戻すためにはやはり自民党が多数取らないといけない、まあ、そのための施策として、消費税をですね現在の 8% を据え置きというこういう消極的な政策ではなく、まあ、例えば2年とか3年を区切ってですね、消費税を 5% にまあ減税をする、はい、そしてその期限が来る頃に再度とその時期の、状況を見て税率をまた変えるというふうにする。でなぜ 5% に引き下げをするかというと、まあ、現在の米中貿易摩擦、そういったものがどん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 やっぱりこれから日本にも影響が出てきます。今日はトランプ大統領、メキシコに対して、高い関税をかけ始めていますよね。なんか毎月上げるとか、実はメキシコにも日本企業たくさん行ってます。中国にも、はい、日本企業たくさん行っているんですよ。そういった企業が非常にね苦しくなってくる。だって輸出のね一番のお客さんはアメリカですから、そこに持っていくには高関税をかけられるとなったらもうたまったもんじゃないんですよね、まあ、当然ながら収入っていうのはどん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 やっぱり目減りしていくんですが、やはりそれを補ってあり余るのが日本国内の内需ですから、内需拡大というのは消費税据え置きではできないんですよ。ですから消費税をね期間限定、例えば3年間内需拡大及びなかなか復興の進まない被災地の復興を円滑に進めるためにという大義名分を持って減税選挙ということで、はい、減税選挙ですねということでガツンとやってもいいんじゃないかと、ガツンと、はい、ガツンとですよ。そうすればすごいやっぱり反響が出る。だからごちゃ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 細かく政策をね小分けする必要はないんです。はい、ないんです。ですから本当にワンイシューで減税選挙と銘を打ってですね、今度の総選挙を戦えば私は自民党は確実に圧倒的多数を占める。はい。ね。まあ、この減税をすることによって財政がどうなるかっていうのは、やはり、常念さんとか、三橋貴明先生とか、いろいろまた計算はしてると思いますけど、たとえ税収が減ったとしてもですよ、税収が減ったとしても、自民党が圧倒的多数を得るということと比べると、私はまだね、税収減った方がいいと思ってるんです。なぜなら自民党が圧倒的多数を取ってね、これから憲法改正、教育再生などをやるっていうことは未来への投資であり、目先の税収とは比べ物にならないというふうに思っております。親父戦隊ダジャレンジャーさん書いていただいております。内需拡大から景気回復、それがデフレ脱出にいって、ブラック企業の根絶、そして税収アップ、日本と日本人が豊かにということで、はい、まあ、本当に私もね、回りにくい、ね、回りにくい歯車に刺すべきなのは、増税という塩水ではなく、減税というね、油だと思ってます。歯車っていうのは油をね、刺せば、くる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 回り始めるんですよ。ですから、軽く回り始めればそれをコントロールするのは簡単なんですけど、ね、パッと見た目は油に見える、この塩水をかければ、まあ最初は水をかけてるからちょっとは回るかもしれませんけど、その塩水が空気と、はい、
鉄と結合しまして錆になると。するともうどんなに力を入れても回らなくなってしまう、はい、そういうことになってしまうんですよ。だから本当に例えれば簡単な話でございまして、今日本の、ね、景気という歯車に刺すべきは、増税という塩水ではなく、減税という油であると、据え置きは、ね、何もしないのと何も変わらないということをね、私はそういうふうに思っています。はい、スナックダイアメさんから、金は天下の回り物、アイコンの写真が白黒の猫というのがいいですね。この白黒というのが私大好きでございますよ。さて今日はこの写真から言って、皆さん相当げんなりしてると思いますけど、まあ、実はね、この前も私放送の中で喋らせていったんですけど、この玉城デニー知事が先日の記者会見でとんでもないことを、まあ、おっしゃいましたね。はい、恋の刺激控えるべき、知事尖閣の中国公船にということでございまして、ありえない発言をされていますよね。まあ、それにつきまして、鶴野さんが、日本の海で外国船がパトロール、恋に刺激されているのは明らかに日本側、先日のビーチクリーンでの式典挨拶で、海上保安庁の方が今日も大変な環境下、尖閣諸島を守っていますとおっしゃっていました。さまざまな均衡があるにせよ、すでに常態化してしまっているこの異常事態が報道すらされない、沖縄の海は日本の海ということでございまして、いや本当にね、鶴野さん本当にありがとうございます。こうしてね、堂々と、まあ、日本人の矜持を示してくれるね、有名人がおられるっていうこと、そしてこうして沖縄に目を向けてくれるっていうこと、本当にありがたい。で、私、気がついたら、鶴野さんにフォローされていたんですけど、私してなかったんですよ。してると思った、本当に失礼しました。すぐフォローさせていただいたんですけど、これからもいろいろね、またお言葉をいただきながら、沖縄の世論を変えるようにね、頑張ってみたいと思いますけどね。まあ、この恋の刺激控えるべき、知事尖閣の中国公船にということで、まあ、これは石垣島の仲間市議が、はい、仲間市議がですね、漁船に乗ってこの尖閣諸島への漁に出かけたんですけどね。まあ、今不思議なことに、この尖閣に漁に行くには海保の許可がないとできないという感じでございまして、まあ、自分たちの、ね、国の海なのに、自分たちが自由に行けずに中国や台湾の船が自由気ままに入ってくるというこの異常事態、まさにね、実効支配はできていないというのが今の現状でございますが、それがなんと帰るときに中国公船に追いかけられまして、間に海保の船が入ってね、まあ、助けていただいたっていうニュース、それについて問いただされた、玉城知事曰く、まあ、恋の刺激を控えるべきということで、全くありえない発言を、しているんですよね。はい、そして菅官房長官はまた玉城知事とは別なことを、まあ、言っております。はい、菅官房長官は31日の記者会見で、政府の立場でコメントは控えたいがと、尖閣は歴史的に我が国固有の領土なので、政府当局は現場においてしっかり適切に対応していきたいと述べたということでございまして、いやしかしね、日本という国はもっともっと強く出ないといけないです。本当にね、日本の外交の顧問に、私本当にエルドリッチ博士迎え入れてもいいんじゃないかと思いますよ、ね、アメリカとの交渉のいわゆるロビイストとして、はい、私はエルドリッチ博士最高だと思いますけどね。日本語もペラペラですし、はい、米軍のことも相当知り尽くしておりますし、おまけに友達作戦では多くの、はい、日本人を助けるために尽力していただいてますし、ああいった人材をやっぱり活用しないっていうのは本当に私もったいないと思っています。太田さん、韓国も事なかれ主義で甘い対応を取ってきたツケが今出ていますと。竹島もそうですね。
それから対馬も、はい、もう自由気ままにね、ビザなし渡航を認めてるもんですから、もう本当にひどい状況になってる。もうね、まずはもう早急に韓国に対してはビザを復活すべきだと思ってますけど、でも本当に私思いますよ、この玉城デニーにしろ、日本政府にしろ、このエルドリッジ博士というのをね、通訳兼政策顧問兼、対米のロビーストとしてね、ぜひやっぱり抱えていただきたいと、ね、あんな有能な人いないですよ。政治ではなくて学者の目から冷静に判断しますんで、私たちどうしても政治の部分が強くなるとね、そういったところは見えなくなってくるんですけど、彼はやっぱり違います。学者として常に冷静に公正な目から見て最善の策をね、提示してくれますんで、ぜひまた、今日見ている国会議員の皆さん、ご検討お願いしたいと思います。さて、こんなね、とんでもないニュースなんですけど、これ皆さんどう思います？玉城デニーの恋の刺激控えるべき発言を報道したのは、先ほどの記事八重山日報のみ、沖縄タイムス、琉球新報ともに、根拠もないまま米軍のせいに決めつけられている水道水に、フッ化ね、有機フッ素化合物の、報道のみということでございまして、ここでもね、本当に、報道しない自由を行使しています。だから沖縄県民、八重山の漁民がね、この玉城デニー知事にいわゆる見捨てられた、棄民のようにね、打ち捨てられたことについては全く報道してない。だから沖縄の方々ほとんど知らないと思いますよ。ほとんど知らない。ネットをやってる人たちは知ってます。でもね、ネットやってない人たちは玉城知事のこの記者会見、テレビとかあと新聞記事では、この米軍が流しただろうと決めつけているフッ素化合物の件について喋ったとしか思ってないんです。ああ玉城知事、県民守るために一生懸命頑張ってるね、パチ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 。ところが尖閣に侵入してくる、中国の公船については、こういうの刺激を控えるべきではないのかというふうに、まるで向こうの国の側に立ったような発言、鶴野さんがおっしゃってましたけど、刺激をしているのは日本側ではないんですけどね。でも皆さん報道されない。そう、桜チェリーブラッサムさんが報道しない自由って書いてますけど、我々沖縄県民は沖縄で起きていることをこの沖縄の西で知ることができずに、その他のね、県外やね、当該の新聞で、知ることができないということが今回もあらわになったんです。このようにね、八重山の、漁民、そしてこのね、沖縄のいわゆる、領土領海ですよ、日本国のね、それを、このように、侵略してくる連中に対し、沖縄県民が追いかけられているにもかかわらず、恋の刺激は控えるべきだろうというふうに言い放ったというのは、どう考えてもまるでね、中華人民共和国琉球省のね、長官としてものを言ってるんじゃないかというふうに思います。そうです、漬山さん、外観誘致罪ですよ。だからこそ国はね、早急に尖閣を、はい、実効支配するために、まずは、ヘリポートと、それから船着き場の整備、次に公務員の常駐、そしてきちんとした灯台や、あとそうですね、宿泊施設、はい、気象台、それから電波の中継基地などを整備し、それから道路とかね、整地などをして、今度は民間の経済活動をね、どん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 ここに持ってきて、経済活動をさせると。実効支配っていうのはね、ただ公務員がいるだけではダメなんです。民間の方々がそこに住み、そして経済活動を行っている、そこで生活の糧がね、生まれ、そして、そこで生活
が成り立ってるっていうことをね、きちんとやっぱり証明しないことには、まあ、世界的には認められないということでございまして、はい、モアビの運び屋さん、人民解放軍のね、手下だなということなんですけど、人民解放軍の野戦司令官として頑張りますと言った方が、この玉城デニーさんのボスですからね。いやー、しかし本当にね、そうですね、太田さん、今は誰も行かないので、漂着ゴミでひどい状況になってるはずですと。だから、これ今、太田さんのね、話を聞いて、私、ひらめいたんですけど、尖閣清掃ボランティアということでね、はい、日本中から、この尖閣諸島に清掃活動に行くと、はい、清掃活動に行くボランティアを募集してますということで、港から尖閣諸島の往復は、海保とかね、はい、水産庁が準備をするけど、まあ、宿泊費とかそういったのもぜひ自腹でお願いしますっていうことになれば、それだったら来る人いっぱいいると思うんですよね。それも一つの、やはり実効支配に使う。そうですね、カルガモさん、尖閣クリーンアッププロジェクト、これいいですね。これいい。これちょっと水島さんにちょっと提案してみましょうかね。はい、そうですよね。そう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 、太田さん、それこそ活動家は環境保護を訴えてるんですが、率先していくべきではないかと。まあでも沖縄の活動家たち向こうに上陸させたら、ご成功期掲げかねないのが非常に怖いんですよね。いやー、しかし本当にね、やはりと思ったんですけど、こんな大事なね、大ニュース、沖縄の西、琉球新報、沖縄タイムスは報道しなかった。これが皆さん、沖縄の現状でございます。はい。まあ、それとね、昨日の放送で依田さんの件、まあ、公表したんですけど、結構多くの方々が、まあ、動画も再生していただいて、本当にありがとうございます。まあ、今後の予定としてはね、著名人の方々にぜひ、推薦人ということでお願いをしてですね、より多くの人たちがこういったいわゆる、火難基金に参加をし、まあ、本当沖縄の、ね、現場で戦っている人たちに戦う術をね、まあ、与えられるようにやりたいなというふうに思っております。まあ、このように沖縄ではもう都合の悪いことは報道されない。逆に平和平和と言っている人たちに対する、ね、カウンターや、ね、抗議、そして何かトラブルが起きると、すべてこちらが悪いとね、報道されちゃうんですよね。はい。まあでも本当に、あれですよ、辺野古基金、7億近く集まりましたよ、ね。その多くがやっぱり広告費とかそういったのに消えてるんじゃないかと。結構雑誌とか、新聞のね、一面広告とかよくやってましたんでね。はい。河南基金、いいですよね。もうこのカナンスローファームというのは、まさにね、この沖縄の反基地派に抗うことでね、すべてをやはり奪われたというね、一つのやっぱりシンボルになると思いますよ。はい。まあ、これだけではなくて、多くの人たちがそういうふうにね、反基地派にやっぱり沈められてきた、そして口を封じられてきた。しかし我々はね、日本国民、はい、この沖縄を思う人たちみんなでね、そういった悪意と戦う力をやっぱり手に入れていきたい。私はそういうふうに思ってます、ね。彼らほどではなくても、やはりこの現場で戦っている人たちが何の不安もなくね、日本を取り戻す、沖縄を守る戦いに参加できるように、大東亜戦争末期の沖縄戦では、大本営はに沖縄本島に、はい、物資を送ることできなかったんですよ。だからみんなね、激しく戦えば戦うほど損耗していって、最後は沖縄本島南部に追い詰められて、賢治の塔、そしてね、上の司令部号で、まあ、自決をしていったっていうことになりましたけど、現代はそうじゃないんですよね。はい、飛行機ですぐ来ることもできますし、来れない時にはこのような形での支援っていうのが今後はやっぱり可能になってくる。そしてね、思う存分ね、現場でやっぱり戦ってもらうということを今後やっていきたいというふうに
思っております。はい、かなたさん、このね、また河南基金、いろんな方々にまた協力をお願いすると思います。今与田さんの方と相談しているのは、ただ募金してっていう形ではなくてね、そのおのおのがやっぱり持ってるものをね、商品としてどんどん出していこうよっていうことを言ってるんですよね。まあ、そういった中で私昨日も提案したんですけど、まあ、福島の、ね、農家さんとかそういった方々、特に沖縄のことを思ってる方々とも連携をして、福島の農産品なんかもここに載せることでね、少しでも各班の方につなげていけたらなというふうに。そうですね、太田さん、基金は兵糧と一緒なんです、ね、武器、弾薬、食料、水、それがなければね、精神論でやっぱり戦えないわけなんです。今までずっと我々はね、精神論で戦わされてきました。どんなに頑張ってもね、どんなに実績を出してもね、沖縄の政治家も企業も誰も助けてくれなかったんです。なぜなら手を差し伸べれば今度は自分たちがね、攻撃されるっていう恐れがあるんですよ。だから私は恨み事は言わない。個別にね、お願いしたところが助けてくれなかったからといって恨み事を言うつもりはこれっぽっちもございませんね。そういった状況の中で沖縄の企業、そして人々、著名人がね、支援をしにくいというんであれば、全国のね、沖縄を思う、日本人がね、応援してくれればというふうに思っておりますんでね。はい、そうですね、ラプテンさん、その通りでございます。うちは不買運動はしません。逆にこの日本をね、守りたい、日本が大好きな方々の商品とかどんどん乗っけていこうと思ってますからね。はい、またいろんなアイデアをお寄せいただきたいと思います。ということで、本日は報道しない自由、はい、報道しない自由を謳歌している沖縄西、そして、先ほどの写真もありましたけど、そんな中でね、はい、もう海外旅行をして踊りまくって、ね、本当にわけのわからんこと言って、自分の娘向こうを、特別使徒として迎え入れてね、はい、もうやりたい放題私物化している、まあ、オール沖縄の玉城知事のことをお話しさせていただきました。はい、そうですね、カーターさん、沖縄は横社会でございます。横社会だからこそ手を出せない、手を差し伸べられないっていう状況があります。しかし我々はそれに甘んじてるつもりはないんです、ね、これは沖縄にいる我々の戦いではなくて、ね、日本人 VS 反日勢力の戦いとなりますんでね、その最前線戦っている兵士の方々に皆さんの方で武器、弾薬、食料、はい、そして水をね、送っていただきたい。人によっては弾薬を送れるかもしれない、人によっては水しか送れないかもしれない、でもそれがね、戦う一つの原動力になっていくと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。さあ皆さん、この踊っている顔、絶対に忘れないでくださいね。はい、別名ブロック知事と呼ばれてるらしいですからね、ブロック知事でございますよ。はい、ブロック知事でございます。ということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。皆様、良き週末をお過ごしください。ありがとうございました。